ども、ね、せっかくなんでね、あまり僕ばかりね、この目立ってもしょうがないんでね、バンドメンバーをちょっとね、こと紹介し話そうかなと思うんですけど、いいですかね、これ、はい、ね、お時間いただいて、ですね、まずこちらギター、平尾裕二、僕のですね、静岡地元なんですけど、地元からのちょっと、友達です、同い年で、ちょっと運命をちょっと感じるようなやつで、思わずちょっとラブコールを送って今回連れてきてしまいました。では次、ベース星野さとみ、星野さんはあれですか、ベーシストですか。ベーシストですね。そうです。結構バンドいくつも掛け持ちされてるんですよね。なんかライブ告知とかございますか。あ、大丈夫ですか。なんて謙虚な。で、次ですね、この子がいなかったらですね、このバンドは今ここにおりません。ドラマ、加藤めぐみ、めぐみちゃん、まさとしという仲間たちということでね、今回ね、半ば、強制的にやってくれということでお願いして、集めていただきましたというか集めたんだけどね、すごく頼もしいメンバーで本当に、感謝しております。そうですね、8ヶ月ぶりか、8ヶ月っていうと、この前は春ですね。もういっちゃう春ですね。まあですね、なんですか、就職活動がね、やっぱ夏すごい主だったんですけど、その夏をね、ちょっと頑張って、まあ僕、今度入ったところは現場監督みたいな仕事なんですけど、全くの未経験で取っていただきまして、その方が今日来ています。嘘でした嘘でした、社長さんが来てますとか言いたかったんですけどね、社長は今日来ておりません、家でゆっくりしてると思いますので。まあね、連休ですからね、皆さんね、いろいろ予定ありますよ ね、なんでそんな中ね、こうやってこうエクスペクトテドライブにこう来ていただいて、皆さん本当にありがとうございます。笑って帰っていただければと思うんで、最後皆さんにそのありがとうの気持ちを込めて、もっと笑ってという歌をやりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。止めた顔してないね、つまらそうな顔してないね、ため息が立つくぐらいならそうもそうだ。
笑顔が一番さ、そう思うのは